アカン湖。アカン湖は、北海道東部、釧路市にある湖である。全域が、アカンマシュ国立公園に含まれ、道東を代表する観光地となっている。北海道で5番目に大きい淡水湖。特別天然記念物のマリモや、ベニザケの古生山流型、陸風型であるヒメマスが生息する。冬は、全面気閲病し、若サに釣り、スケート、 スノーモービルなどのウィンタースポーツが盛んで、アカンコ氷上フェスティバル、冬カカなどのイベントも開催される。周囲は、エゾツとドツなどのアコウザン対新葉樹林、および紅葉樹を交えた、新興根光林の深い森に覆われている。2005年11月、ラムサール条約登録出地となった。オアカン岳の西にあり、山の北にある、パンケ島、東にある、 ペンケ島と共に、オアカンダケの裾野を三方から円形に囲む地勢である。オアカンダケとタイオナスメアカンダケは、アカン湖の南西約9キロメートルのところにある。カルデラ湖としては傾斜も深さも穏やかである。年平均気温はわずか3.7度と非常に寒冷で、1月と2月の平均最低気温はマイナス17度を下回る。冬には欠表するが、ところどころに、 直径1から6メートルの氷が薄くなった穴があり、湯壺と呼ばれている。沿岸に近い湯壺は、固定に湧く温泉水が上昇して作る。沖合では固定に湧く気泡が上昇流を起こし、そこに溜まる、比較的冷たくない水を表面に持ち上げることで生じる。水面に到達する前の気泡ごと湖水が凍り、美しい模様に見える、アイスバブルという現象も、 結氷期に起きる。コアガン湖は、約17.5万年前の噴火、AK2 噴火、噴出量56.8ドレイキロメートル、及び、約15.8万年前の噴火、AK1 噴火、噴出量7.8ドレイキロメートルによる、カルデラ湖として誕生し、一旦は、外ン山であるメアカンだけの噴火などによって、埋め立てられたが、今から1万年ほど前に、オアガンだけ、 中央化高級にあたるの噴火活動によって、関留湖が作られた。しかし、オアカンダケは、成長を続け湖面を埋めてしまい、コアカンコは分断され、現在のアカンコ、そして東にある、ペンケ島、パンケ島が誕生した。なお、湖南方向、約8キロメートルの地点に山頂があるメアカンん岳は、現在も活動中の活火山であり、 2006年3月21日には小規模な噴火を起こした。火口から噴煙を上げ、火山活動の影響で草木が生えないメアカンだけの姿を見たアイヌは山同士の争いに巻き込まれて槍で疲れ、傷口から脳を流していると解釈し、様々な伝説を作り上げてきた。以下はその例である。火山地域にあるため温泉が湧き、湖南岸には 赤い湖温泉の温泉街がある。遊覧船が出ているほか、環境省の阿寒湖畔エコミュージアムセンターや、阿寒湖周辺の自然保護に貢献した、前田はじめ園在が保有する、前田記念館、前田はじめ園初代理事長であった、前田光子の山荘がある。遊覧船で中類島に渡り、自然の状態のマリモを見ることができる。湖畔ではボッケと呼ばれる泥火山が噴出し、 硫黄の異臭を周辺に放っている。ボッケはアイヌ語で、煮え立つを意味する。アカン湖温泉街の一角には、約30個、120人程度が暮らす、北海道最大のアイヌコタン、アイヌの集落がある。アイヌの伝統舞踊を講演する演舞場の、温熱性や、アイヌの伝統文化を紹介する二つの資料館、アイヌ生活記念館、森と湖の芸術館並びに、 木彫製品などを販売する土産物店などが並んでいる。欧米の観光客には自然と調和して暮らしてきた世界各地の先住民の文化に対する関心が高い。このため、法日外国人の誘致も狙ってアイヌ文化の発信により力を入れる取り組みが官民で進んでり、2017年6月17日に第1回イランカラプテ音楽祭、イランカラプテは挨拶、 もてなしを意味する、アイヌ語が、アカンコ、アイヌシアター、イコロで開かれた。ニジマス、イトウ、イワナ、アメマス、コインなどを対象とした、スポーツフィッシングのメッカの一つとしても有名で、陶器には、欠氷した湖面に穴を開けてのワカサギ釣りも盛んである。また、1920年代に食用に放流された、内ダザリガニが生息している。大きなものは、 体長20センチメートルほどにもなり、レイクロブスターと称して販売している。この内田ザリガニは北米原産で特定外来生物に指定されているため、他の水面では放流が禁止され採捕、移動等についても環境省の許可を要する生物であるが、阿寒湖漁業協同組合は外来生物法成立以前から内田ザリガニについて第五種共同漁業権を有している。 環境省は2013年秋から、阿寒湖周辺の湖小群で、植物や水質などの調査を行っている。2014年夏の調査では新たに、湧水群2箇所が発見された。阿寒湖畔周辺、串路市中心部、美幌町から国道240号が、また足楼町、手鹿賀町から国道241号が通じる。公共交通機関は、 アカンバスが運行する。アカン湖、バスセンターから、釧路駅、釧路空港からの定期路線バス、道北バスと共同運行で、釧路旭川間のサンライズ、旭川釧路号、北海道北見バスと共同運行で、釧路北見間の特急釧路北号が通る。また掛けを中心として、定期観光バスが、マシュ駅、河合温泉、ビホロ駅、目満別空港、 アバシリ駅方面を結ぶ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。